武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、駒澤大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、まず全学部とあと一般の、医療健康、科以外はすべて、マーク式の、問題となっています。そして医療健康科は、まあ、回答の途中の過程も記述する記述方式と、なっています。まあ、それと回答を選択する形のミックスですね。回答のみを、マークで選ぶ形のとのミックスになっています。で、問題の難易度、と、まあ、時間に関しては基本的に時間60分で大問3題の出題で、そのうち大問1つは小問。こちらは全学部の問題でも医療健康科でも同じという形になっています。で、全学部の問題と、まあ、医療健康科以外の問題に関しては、まあ、先ほども言ったようにマークの問題となっております。で、出ている問題の多くは、まあ、基礎的な問題ですね。本当に、まあ、学校の教科書レベルの問題中心になってますので、武田ルートという、まあ、基礎問題成功などしっかりできるようにしておきましょう。注意点としてはやはりそのマークなので、答えが当たらないと、まあ、点がもらえないと、途中式で点もらえたりがないので、まあ、本当に計算ミス、等にはしっかり気をつけて、できるようにしていきましょう。で、まあ、小問集合が出る分ですね、範囲の部分は偏りっていうのはちょっと出づらいというか、正直そのこのレベルで解けない問題があるのは結構数学使う以上はですね、ないようにしておきたい、ところではあります。で、まあ、大問の中では微積や二次関数などグラフ関連の問題、と数列が、結構、ですかね、出やすいかなというところではありますが、まあ、微積および図形と方程式二次関数あたりは、まあ、必ず押さえておく。で、まあ、それがしっかりできるようになったら、まあ、それプラス他の範囲もしっかりできるようにしておきたいという形ですね。続いて医療健康科、こちらもですね、記述、こちらが、まあ、記述という形で、出ております。で、記述する問題、証明や図形関連の、出題率が、まあ、あとグラフですね、要は記述が苦手そうな、人が多いところがやはり記述形式となっているという形になりますので、こちらをしっかりですね、普段の学校の、まあ、例えば教科書だったりとか、もしくは武田のルートでいう基礎問題成功などを使うときに記述でしっかり答えを書く、練習を、しておきましょう。とりあえずその人に見てもらう回答だという前提を持ってですね、特に証明問題なんかだと説明としていろいろ端折ってたりすると減点されてしまったり点にならなかったりしますので、こういった部分の練習をするように心がけてください。レベル的にはそのどちらの形式であっても、日大レベルしっかり終わっていれば十分となります。以上が数学の勉強となります。